ベルシャザルの共演、ジョン・マーティン、1820年。レンブラントの、ベルシャザルの共演。ベルシャザルの共演とは、旧約聖書の一書、ダニエル書の五章、壁二字を書く、指のエピソードである。数々の芸術作品のモチーフとなっている。シンバビロニア王ナボニルスの子ベルシャザルは、エルサレムの神殿を破壊し略奪してきた金銀の、器を使用して、 豪勢な主演を開いていたところ、突然人間の手が現れ壁に謎の文字を書き残した。この文字は多くの賢者が挑戦したが読み解けず、ダニエルが読み解いた。その文字は、メネ、メネ、テケル、ウパルシンであり、メネは、神があなたの知性を数えて、これをその終わりに至らせた、テケルは、あなたがはかりで、はかられて、その量の足りないことが現れたこと、ペレスは、 あなたの国が分かたれて、メディアとペルシャの人々に与えられることと教えた。その夜、ベルシャザルは殺され、ダリオスが王となった。ありがとうございます。